どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、今日はですね、まあターンホール10の動画ということで、今回はゴレホグ、そのリプレイを見ていきたいと思います。はい、こちらはゴエモンジャパンイロリンさんという方のリプレイでございます。相手のヒーロー30、まあ25と、そして防衛説をカンストですね。エアスイーパーは関係ないということで、早速見ていきましょう。まずですね、ゴレホグなんですけれども、今回まずジャイアントが1出てきました。そしてゴーレム1234ですよ。そしてもうゴレホグなのかもうゴレなのか分かんなくなってきますけれど、まあこれがゴレホグですね、ターンホール10の。そしてウォールブレイカーでしっかりと、この上手いですね、ここしっかりと両方に渡るように穴開けしております。こちらも非常に考えられてウォールブレイカーを挿入していますね。そして、今回というか前回のアップデートでジャンプの範囲が非常に増えたと、広くなったということで、広いですねやっぱりジャンプ、実感しますね。そしてゴーレムとバーバリアンキングをですね一気に中心部に持ってきます。ここで敵のバーバリアンキングとアーチャークイーンを処理してしまおうということですね。そしてもう別にサージカルホグ的なものではなくて、普通にもうホグを回していくという形でございます。そしてインフェルノタワーがですねゴーレムをターゲットってるんですよね。そうなんですよ、そうすることによってホグライダーに攻撃力が当たらないので、まあヒーリングで回復できるということでございます。ここでヒーリングがちょっと無効化されてしまったんでございますけれども、しっかりと、処理できています。この時点でアーチャークイーンが体力マックスと、これ非常に、うまいですね。そして、ここではもうヒーリングもですね、ダンホール10でも、まあ、インフェルノタワーさえなければ余裕なんですよね。ここでもうインフェルノタワー残りの防衛施設カンストだと言ってもですね、この数でゴリ押しできてしまうんですね。そして、アーチャークイーンのロイヤルクロークがまだ残っております。ということはアーチャークイーン無期、あ、ロイヤルクロークは残ってないですね。ロイヤルクロークが発動してアーチャーが無期ずで残ってます。これはもうすごいですね。もう完璧にアーチャークイーンに攻撃が当たらないようにしているので、防衛施設のターゲットの取り方っていうのがうまいということがわかりますね。まあ、今回のポイントは、今、ゴレホグ自体のポイントになるんですけれども、そのゴレホグ自体は、ゴーレムやバーバリアンキングにインフェルノタワーのターゲットを取らせるということがまず第一になってきます。そして、まあ、今回うまかった点はですね、そうですね。まあそういうこういう穴開けでしたり、そういうところ、あとジャンプの位置っていうのが非常にこうね、まあ、プレイヤーとしてのスキルが高いかなと思いますね。そしてまあその、まあ、ゴレホグの注意点はやはり、インフェルノタワーさえなければですね、いいんですよホグライダーで。しかしインフェルノタワーが脅威すぎるんですよ、脅威なんですよね。そこはやっぱりゴレムでターゲットを取ってあげるということが今回できていたリプレイかなと思います。ということで、ぜひとも皆さん、ターンホール10の方ゴレホグ、ターンホール9の方もぜひともこれからください。ということで、ご視聴ありがとうございました。